はい、こちらです。キラです。俺たち、インターネットボーズです。さあ、ということで、推し紹介編を今回もやっていきたいと思います。はい。では、早速行きましょう。It's tasting time。さあ、ということで、今回、キヨの桃姫ちゃんです。はい。どうでしょう？どうでしょう？だって別に、好きですけど。ああ、そうですか。はい、じゃあまあ早速プロフィールからやっていきたいと思います、はい、プロフィール、はい、キヨの桃姫、うん、桃姫っていう名前の人に会ったことある？ないよ。ないよ。最初マジでびっくりしたもん。うん、なんかもうなんか芸名とかだったらまだわかるじゃんか。そうそうそう、桃姫、そう、もうでもなんか姫って入ったらキラキラネームっていうのはまあ多少わかるけど、でも桃姫でしょ。そうだよ。これキラキラネームじゃないもん。そうだよな、注目されるような名前、こういう育ちしてか生まれてるか天性のあれですね。名前から生年月日が2004年12月22日、はい、うん、4個下ですね自分たちの。結構やっぱ年離れてる面の一人、うん、で血液型 A 型です。雄大ちなみに大型です。ああ大型ですか。いいでしょう。なるほど。で出身地東京都で、特技がヒューマンビートボックス、いいのやね。で座右の銘が、常に全力、なんかいいよね。でメンバーカラーがオレンジ。これさ桃なのにオレンジって確かに、まあ、思うよね。でこれもちょっと自分なりにこうだからオレンジなんじゃないっていうのをね見つけてきたんで、まあやっていきましょう。はい、こちら多趣味かつ多特技な桃姫、うん、ということで、これはビヨンズのオフィシャルサイト、ハロプロのオフィシャルサイトから取ってきたやつね。で多いな、リボン、ヘアアクセサリー集め、タコ揚げ、スケボー、ギター、動画の作成、編集、手話。好きな音楽が、J-POP、洋楽、ダンスミュージック。で、最近だと、ブログとか読むと分かるんだけど、なんかラッパーが好きとかね。はい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 、結構クリーピーナッツが好きとか。はいはい、まあ、俺らあんまラジオとかさ聞かないからあれだけど、まあデブとかピーとかね本当はね、そういる予定だったからさこの場に、そこで盛り上げようと思ったんだけど、まあこういう時もあるよね。だからなんだろう、結構まあ個人的な印象としてはクリーピーナッツを知ってる女子は信じられるのよ。まあそうね。そう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 、しかもなんだ高校1年生じゃんかまだ。そうね。そんなことあるっていう。確かに高校1年生の女の子でクリーピーナッツをしてる子は間違いない、ね、そうだよね、うん、信じられるのよ。信じられるわ。もうこっち側だからさ言っちゃえばいいんだよね、うん、だからそういう意味でも。でトークボックスっていうのがあって、うん、楽器あれね。そう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 、まあ俺らもう知ってるけど、そういうなんていうのかな、まあこれもビヨンズ学校で桃姫が自分で説明してて、みんなが知らないとかあんま有名じゃない楽器だったりとか、そういうチャレンジしていくそういう行動力だったりだとか、それ実際にソロフェスとかで披露してでちゃんと印象に残すというか、そういうところがやっぱ桃姫のすごいというか、うーん、ある意味尊敬できるところ。確かにね。でだから結構なんていうのかな、行動力あるしめっちゃ可愛い、桃姫めっちゃ可愛いっていう感じよりかはすげえいろんなことできて、うん、チャレンジできて、うん、かっこいいじゃんみたいな感じ。いや、わかるわ。すげえ。だからこれもちょっとオレンジっぽい要因の一つ。おー、なんていうかな、そのピンクだとやっぱ可愛いが一番最初に来るけど、ね、オレンジはすごいあかっこいいというか、うん、いろんなことやるんだなみたいな感じがする、はいはいはい、確かにね。ピンクよりはそうかもしれない。そうだよね。でやっぱ桃姫を通して思うのは、今時の女子高生ってそうなのっていう、ね、まあ、後でまた話すんだけど、そのブログとか読んでても、JK 言葉とかをね、結構上げてくれるんですよ。はいはいはい、だから、桃姫を通して、その、最近の女子高生のトレンドとか、癖の強い、こういうのも好きだよ、みたいのが知れる。っていうのもいいところかなと思います。はいはい、で、次、演技力。うん、でまずは、まあ、メガネの男の子。うん、で、なんていうのかな。まあ最初ストーリーテラーみたいな感じでもやったけど注目されてるし、最初セリフで結構長いで、あれ間とかもすごい大事なのにズバッと決めるのにビヨンズの中でと最年少、すごいんだよねそれが。
なんかそれを難なくこなしてるのがやっぱ演技力っていうのもあるし、本人のポテンシャルの高さを感じさせるからやっぱ演技力あるし信じられるっていうところがありますね。で、演劇女子部アラビオンズナイト、これ今多分ちょうど動画出る時やってると思うんだけど、いや俺ねこれめちゃくちゃ行きたかったんだよね。いや俺もね行きたい、行きたい。なんかねあのチケットさ申し込もうと思ってたらなんかもう終わってて、あるあるだよね。そうなんだよね。そうこれねめっちゃ楽しそうだし、あのこれ専用の曲とかもあるみたいだし、やっぱビヨンズも今本当に来てるから、マジで行きたいなって。いやでも俺も行きたい気持ちは分かる。で多分ここでもやっぱあの昔2017年5月5日に桃姫とあの高瀬さんがあの演技やパフォーマンスを中心とした活動でデビューするって言われて、最初そういう感じで進んでたんだけど、っていうのもあってやっぱ桃姫と高瀬さんは結構演技だったりとか寸劇とかにちょっと長けてる、他のメンバーと比べてもっていう面もあって、まあ、演技力っていう面ではビヨーンズの中心的存在じゃないって思うんだよね。確かにね。そうじゃないとね、メガネの男の子デビューシングルのあそこ一発目任せらんないよな。そうやっぱ最年少なのにあそこ任せられるのはそういう経験、そう経験があるんですよ最年少なのに。なんで若いのにってなるじゃん、2004年の世代だから若いは若いんだよね、年齢的には。ただ研修生に入ったのが2016年 で今の研修生のトップの米村キララちゃんと同じ時に入ってるから、確かに、だから歴で言ったらもう長いと、もう4年くらいいるし、それがそのなんていうのかな、演技力だったりだとか最初のとこ任せられたりだとか信頼がある。まあそう、あとあれだもんな、あのひなフェスのさ、抽選会の時もね、元帥桃姫元帥やったりだとか、でやっぱあん時めちゃくちゃちっちゃかったけど、まいや、あの時よりかは今も成長してる、ちょっとやっぱ貫禄も出てきてるよね。出てきてるね、完全に。ただやっぱ喋ってるところとか見ると全然女子高生だから、まだまだ子供っぽいな、可愛いなみたいなところもあって、この黄色で書いてある、不思議な位置にいるよね。まあ確かにね、なかなかいないというか、芸歴では先輩なんだけど、年的にはこう年下で、そうで次、僕の推しの、このみーももコンビですね。はいはいはい、同い年のところ。で、岡山みなみちゃんと、清野桃姫、みーみと桃姫でみーもも、で、2004年世代の JK コンビ、もうそれだけで推せるのにあのね、やっぱあのブログが面白くて、この二人はなんかね、哲学的な話をしてるんだよね。しかもなんかこの前もうみーみーと電話してたなみたいな、ちょっと7時間くらい電話しちゃったみたいな、あちょっといやなんか考えられなくて、そう大人が大体働いてもさ、フルで働いても8時間とかじゃんか、それと同じくらいずっと電話してるんでしょ。いつしてんのってそう本人たちも忙しいしさ、学校とかもあるじゃんか。で哲学的な話だったりだとかさ、みーみーもすごいのがそのラップとか、あんなに可愛い全振りなのにラップとか好きだし、で桃姫もボイスパーカッションだったりとか、さっき言ったトークボックスだったとかやってるから、なんかすごい本当に JK なのみたいな女子高生こうだっけみたいな感じがあるから、やっぱ面白い。ただやっぱ2人揃ってみるとめちゃめちゃもう可愛いが凝縮されてるというか、特にみーみーはあのメンバーカラーもピンクだし本当に可愛いに全振りしてる。まあガールゾーンっていう曲はそうじゃないんですけどっていうのはまた今度やるとして、まあこの二人でミーミーがいるからやっぱ桃姫はオレンジの位置でいいのかなってっていう感じで自分の中ではまあ腑に落ちたというかいう感じにしました。でまあこの二人が楽しんでれば僕は幸せですよということで、最後のまとめに行きたいと思います。まとめ、ですね、まあ、桃姫は、まあ、多趣味だけど、まあ、本当に女子高生って思うくらい癖があって、でチャレンジ精神、行動力っていうのは俺らも見習うべき。だから先輩メンバー、もう20超えてる先輩メンバーも桃姫のことを多分尊敬してる面もあると思うんだよ、まあ、ウータンとか可愛がっているけど桃姫から学ぶところは多いなと。で、存在感の演技力、まあ、ビヨーンズの要って言ってもいいんじゃないでしょうか。で
JK を知りたいなら押せ、うん、これはまあブログとか、うん、ラジオとか聞いてたらわかるやつですね、うん、で最後これまああのほのぴがね、うん、まあちょっとねあの二人の関係をねほのめかしてるというかという感じで最後これで終わりたいと思います。以上ありがとうございました。結構ね、うん、詰まってたね、中身がいいでしょ、うん、内容も詰めたつもりだし、うん、スライドの枚数自体は 6枚、7枚とかだから、うん、まあそんな長くはしてない。あーそう、ただ、内容詰めたし、ちゃんと一個一個話した。確かにね、そうかもしれない。で、多分、ポカンとはさせなかったと思う、うんうんうん、そう、いや、そう、多分、ちょっとね、これもちょっとだから、オレンジっぽいよねぐらいかな。いやいや、そうだから、まあそこもギリギリだったから。まあそうか、うんうんって感じで。まあ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 、まあメンバーカラーって、こっちが壊れてるのかもしれないけど、メンバーカラーってやっぱさ、オレンジって決まってから本人がオレンジの方向に行く場合もあるじゃんか。あるね、それはそう。まあ今回はてかまあ。だんだん結構頑張ってるんで、そう、だんだんやっぱり上がってきてるよ、うん、みんな、やっぱまあいろんな人に見てほしいなとは思いますね、うん、はい、そうですね。ということで今回終わりにしたいと思います。それではバイチュン。